こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、無料で稼げる植物というキーワードでリサーチしてみた、人気の貴重観葉植物でしたら儲かることができますよ、というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい。この動画ですね、人気の観葉植物ですね、ぜひ紹介させていただきます。はい。まずこちらですね、こちらに植物を入れていただきましてですね、今回すべてですね、新品ですね。で、込みですね。こういった感じで出てきますね。はい。で、結構ですね、意外に、儲かってます。売れてますね。はい。で、例えばですね、ですね。その中でもこういった、植物なんですけど、これはですね、ほとんど植物というより、野草ですね。はい。なので、こういった植物ですね。月見草ですね。はい。この月見草なんですけど、夕方から明け方に咲く、花なんですよね。で、色白で、朝をね、迎え、咲き喜ぶにはね、こういった綺麗に咲く、珍しい、花ですね。はい。こういったね、希少価値なのね、植物とか非常に人気あるので売れてますね。はい。その他なんですけど、はい。例えば他にもあります。ですね。これマザーリーフですね。こちらですね。こちらも結構売れています。人気ありますね。はい。で、これもですね、正直植物っていうより、多肉植物ですね。これは。で、これなんかもですね、育ててると、子供にね、子宝に恵まれるっていう、非常に人気ある多肉植物でして、非常にですね、このね、この葉があるんですけど、これをですね、土の上に置いとくと、増えていくって感じなので、正直ね、楽に、栽培できますね。こういったね、植物人気ありますので、お金かからないので、ぜひね、育ててるから結構いいかと思うんですよね。ぜひね、こういった種とかね、これ、いろいろ書いてある株とかね、売っていただければ、お金稼ぎますので、ぜひね、試していただければいいかと思います。はい、チャンネル登録お願いします。あとですね、悩み質問等ありましたら、ライト登録後によろしくお願いします。今回動画は以上となります。さらにご視聴いただきまして、ありがとうございました。